チェッカーズ YUTUBE 公式チャンネル開設 SNGFORUSA など MV 公開1983年にデビュー80年代に絶大な人気を誇り来年2022年に解散から30年を迎えるチェッカーズの YUTUBE 公式チャンネルが開設された9月21日は彼らのデビュー記念日今年で38周年を迎えたチェッカーズは 一時代を風靡、風靡しただけでなく、リアイケヘルティケヘルでデビュー曲のギザギザハートの子守歌が盛り上がったり、ボーカルの藤井ミヤがソロライブでチェッカーズ初期の楽曲を取り上げて話題になったり、現在も人気が続くバンドだ。解説されたチェッカーズの Y、UT-UBE 公式チャンネルを運営するのは、デビュー当時から所属していたレコード会社のポニーキャニオン。まず、s n g f o U。 s, s a, w, n, d, r e, r, b, l, u, e, r, a, i, n, o, ni, n, i, g, h, t, g, i, g, o, l, o, j, i, m,、e、to, and, j, n, e, の伝説 r, m,、e、t ル・ ch, er, i, e, 夜明けのブレスのシングル8曲のミュージックビデオがアップされた。今後もライブ映像を含む映像コンテンツが随時追加される予定。2023年にはデビュー40周年を迎えることもあり。 チェッカーズファンに向けた情報発信チャンネルとしての役割を担っていく。チェッカーズ公式 Y、u、UTUBE チャンネル HTTPS、www.youtube.com、チャンネル ANNEL、UCBYPVN5WFMTNSI3KEJSPOSA、チェッカーズ配信ページ、LINKFIREHTTPS、LNKTTHECHECKERSPR、